ステファン・バルター・ヘルは、ルーマニア生まれのドイツ人物理学者。ドイツゲッティンゲンにあるマックス・プランク生物物理科学研究所の所長の一人である。2014年に、エリック・ベツグ、ウィリアム・モーナーと共に、ノーベル科学賞を受賞した。受賞理由は、超高解像度の蛍光顕微鏡の開発である。ルーマニアのアラドで、バナとシュバーベン系の家庭に生まれ、 シントナの近くの両親の家で育った。父はエンジニアで、母は教師であった。1969年から1977年まで、小学校に通い、ティミショアラにあるニコラウスレナウ高校に1年通った、あとの1978年に両親と共に、西ドイツへ立った。移住後、家族は、ルートビヒスハーフェンアムラインに住んだ。ヘルは1981年に、 ハイデルベルク大学に入学し、1990年に同大学で物理学の博士号を取得した。博士論文の指導者は個体物理学者のジークフリート・フンクリンガー。論文の題目は、強焦点顕微鏡による透過微細構造のイメージングであった。その後ヘルは短期の間、個人発明者として、強焦点顕微鏡の深さ方向の解像度の向上について、 仕事をしていた。これは、その後 4π マイクロスコーピーとして知られるようになる。解像度とは、ごく近くにある、似ている2つの物体を見分ける能力で、顕微鏡にとって、最も重要な特性である。1991年から1993年の間、ハイデルベルクの欧州分子生物学研究所に勤務し、そこで 4π 顕微鏡の実証実験を行った。 1993年から1996年の間にフィンランドのトゥルク大学で医学物理部門のリーダーとして勤務し、そこでステッド顕微鏡の原理を発明した。1993年から1994年のうち6ヶ月間はイギリスオックスフォード大学の訪問研究者でもあった。1996年にハイデルベルク大学で物理の教授資格を得た。 2002年9月15日、マックス・プランク生物物理科学研究所の所長になり、ナノバイオ科学部門を創設した。2003年からハイデルベルクにあるドイツガン研究センターの光ナノ顕微部門リーダーとなった。また、ハイデルベルク大学物理天文学部の教授にも就任した。ウィキメディアコモンズには、シュテファン・ヘルに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。